やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。ロールの大会が終わって久々の顔出しのスタンミジャパンです。まだ顔ちょっと腫れてんな。ポテンザの今日本にある一番新しいのをやってきたんだけど、顔が腫れてるね。ぼちかくんのクリップ見んの俺ハマってて、ガチの喧嘩にドン引きするぼちかっていうのがあるんですけど、もうちょもうおもろすぎて。のエンゲージ見せて。じゃあここセジダリのエンゲージ見せて。これがボチカ。セジダリのエンゲージ。ここまずここの段階ら辺で、ここら辺の段階の時に言ったじゃん。そのまず高谷から R すんだよって話をこの試合中言ってたよね。覚えてるねみんな。R から打とうしよう。集団戦までここはキャッチだったじゃん。キャッチ、いやキャッチも集団戦同じやるわ。でその前に高谷、なん高谷から行けって。じゃあシャッター絶望しすぎ。ああまずセジダリのエンゲージ見せて。セジダリのエンゲージ。こんな喧嘩する？こんな喧嘩する？なんかシャルルも周りを巻き込もうとする言い方ずるいしね。覚えてるねみんなとか言って。ここの段階なんも言えん。ここの段階の時にバチクソやん。そのまず高谷から R すんだよって話をこの試合中言ってたよね。覚えてるねみんな。R から打とうしよう。集団戦までここはキャッチだったじゃん。キャッチ、いやキャッチも集団戦も同じやるわ。でその前に高谷から行けって。気まずそうすぎ。マジでこいつはいい性格してるじゃん。他のクリップねえのかな、ぼっちかの。お前らのお気に入りのクリップないの？俺はね、あれが好きだよ、カッサンの。俺がやらかしたのも2019年だな、あのクリップが好きだけどね。バイバーイ、ありがとうございました。また明日。これネタだろ？これネタだよな。これね、サイコパスじゃん。バイバーイ、ありがとうございました。これで配信会1位じゃん、こんな。こんなネタみたいな魂の見え方ある。なぜネタだろ。バイバーイ、ありがとうございました。面白い。あ、ずっとやってんだこういうネタを。いいね。ロルの大会の時のみんなの録画を見るのが楽しいんだよね。ずっと俺もう自分のロルに必死で見てなかったから。まだバイトできる俺ら。あ、オートリアル？オートリアルよ、待って。バスティよ。あ、オッケー、ファイト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 。待って。いや、もうクソみてぇなウッドだな。あ、オートリアル？オートリアルよ、待って。バスティよ。あ、オッケー、ファイト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 。待って。いや、もうクソみてぇなウッドだな。これサポート誰だっけ？誰に言ってんのこれ？あ、オッケー、ファイト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 。また。いや、もうクソみてぇなウッドだな。いいね。自分も戦いながらさ、その暴言吐くなよ。自分に自分のことに精一杯になってくれ。暴言の方がリソース持ってかれてるだろ。あ、元編集、あ、言ってたらさ、元編集者って。甘えたらマジで速攻殺し行く。そう、でもこういうのね、こういうのね、こういうのね。いや、ジャングル来てますよ。引けよてめえこの野郎。関係ないじゃん。来るなら俺 TP するよそれ。高橋さん戦えるよねそれ。うん、行くわそれ、行く行く TP する。俺をキャリーだと思ってんな。ないわ。ないよ。ないわ。ないわ。ないマジか。そのパターンあったんだ。TP ないから TP できない。TP ないから。そのパターンあったんだ。おお。なんちゃったん今のは。やばっ。ぼちかくんいいね。ぼちかくん好きになった。上から2人来るよ。助けて。上から2人来るよ。あれ？お前、便やめろ、クソが。
上から2人来るよ、上から2人来るよ、助けて、上から2人来るよ。あれお前ベンやめろクソが。いや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 、ここのチームのコールって誰だったの？まあまあレインさんだよな。レインさんが一番上って言ったもん、セロソナリキも。ミスター、これがまあ MVP かな。これさ、クリップを撮ったやつもいいよな。両配信見てるわ。忍者のこと好きなんだろうな。顔出し配信の強みでもあるね。どうやって守ろうかな。守れるか。こいつ差しあるやん。いや、いらんだ俺。こいつやん、こいつやん。クリップ、クリップ取ったやつこいつやん。顔映ってるわ。こんなに出ることある？なんかその所作に。で守ろうかな。まあ MVP かな。ここいいね。ここ維持する？フラッシュ、フラッシュ、モチーフ、モチーフ、モチーフ、ウルトキャ、ウルトキャ、お前バカ、フラッシュある、フラッシュある？ない、じゃあお前はアホ、じゃあお前アホ、なんで、ここ維持する？フラッシュ、フラッシュ、モチーフ、モチーフ、モチーフ、ウルトキャ、ウルトキャ、お前バカ、フラッシュある、フラッシュある？ない、じゃあお前はアホ、じゃあお前アホ、なんで今。ロールの時のライデンさんやりたい方です。連敗してるって聞いてる。なるほど。ジャン君なんか連敗してるって聞いてる。連敗するのも分かるジャン君にして。いやすごいよねヨム君。だってライジンの元でロールするってさ、ジャン君しかもライジントップレーナーで一番求めるだろうしね、他連よりも何かを。てかもうみんなの前で壊れてる壊れてるって言われてたよ。うちのチームでもなんかヨム君はライジンに操作されてて倍がおかしくなってるって言われてたしね。オリアの回らない、オリアの回らない。今イラオイ、一旦イラオイ見てる。ゼリー見れる？俺の方に出てきた。ゼリーフラッシュ、ゼリーにフックアップ出る。ちょっとパワーは。おお、ユグライト入ってる。ある、ある、植物が、植物がある。俺たちには植物がある。うめえ。それうまいわ。うま。ゼリーフラッシュ。いいフラッシュ、めっちゃうまいな。ゼリーにフックアップ出る。ちょっとパワーは。おお、ユグライト入ってる。ある、ある、植物がある。ある、ある、植物が、植物がある。Get the fuck out of here, bro! Let's fucking go! Let's fucking go! Yeah! Get the fuck out of here! うますぎ、今のは。うますぎて草。なんでこのチームこんな全員強えの？4番手のドラフトなのに俺ずっと言っちゃうんだけど。別にここで寄ろうとしてるやんけ！俺うるせえ！クソが！ここで寄ろうとしてると引っかかった味方が悪いだろうかね。できるかなと思って。なんで俺が悪いみたいにコメントしてるやついんねん。避けてもらって。クソが。なんか当たり前になんかすごいこと言う。ボットプッシュウェーブ作ってる間に引っかかってるクソ野郎どもが悪いやろが。ちょっと見捨てて。まだバロンバフまだファッキン2分3分あんのによ。なんだこれ。でもなんか。チーム全体的に良かったもんな。ボットにプレッシャーすごい出したね。うん、頑張ったね。ナイスウィン。ロルの配信者は全員暴言がおもれえな。俺最近ロルで暴言ってあんま吐かなくなっちゃったなぁ。え、そんなことないっけ？嘘？俺最近暴言、俺ソロキューとかで入ってるっけ？自覚ない、言ってる。何言ってる俺。これは、これじゃあこれで締めようか。クリップ見る会話。これもう一番。受けしよう。いやー、2019年が5年前なのかやべえわ。そっちに今俺衝撃を受けたね。俺がやらかしたもん2019年や。
めっちゃ覚えてる。本当にすいませんでした。俺はもうカッサン好きになったけどね、やっぱり同じチームでやって。いや、カッサンのポジションってマジきつかったと思うよ。俺は分かるよ、ゲーム下手くそだから。マジできつかったと思う。ボットレーンなんて、だってゼロスト元プロのもう今マスターぐらいでしょ。そのレートの中でカッサンやってただけすげえよ。一番きついって俺分かるんだよ、気持ちが。いや、俺はね、感情移入しちゃう、どうしてもカッサンに。マジで苦しいと思う。マジできついと思う。うめえよ、リクルートさんとかアイさんとか、アイさんとかも前からちゃんとかなんかサポートやってて、忍者してる。